非常に危険な状態です。彼を助けるにはとてつもないエネルギーが必要だ。一か八か、あれを使うしかない。まさかあれを使う気ですか？エンダードラゴンから採取した血液、これを使えば命は助かるが、すまない先生はドラゴンになってしまうだろう。しかし彼はきっとこの力を使って世界を救ってくれるだろう。果たしてすまない先生は地球を救えるのか。すまない先生を応援してくれるという人はチャンネル登録と高評価よろしく。あれ僕は一体って。なんかドラゴンになってる。聞こえますか、すまない先生。ミスターブラック、これは一体どうなってるんだ。あなたの体はドラゴンになりつつあります。なんだって。しかしそれによってあなたは超人的な力を手に入れました。そういえば確かに体が軽い、プラスジャンプ力が上がって空も飛べる。確かにかなり強くなってる。しかも左側のボタンを押すと、あ、火が出せる、炎が吹ける。これなら武器がなくても戦える。ちなみに今現在はレベル10ですが、レベル20、レベル30になるとよりドラゴン化します。ええ。ですがその分あなたは強くなります。なるほどね。ところで、あそこにいるモブたちは一体何なんだ。なんか見た目が、うわわわわわわわ、なんか一つ目になってるよ、牛さん。それは宇宙から来た宇宙生物です。今現在この地球上では3種類の大型宇宙生物が暴れています。今からすまない先生にはその3種類の宇宙生物を倒してもらい、最終的には宇宙にいる敵の親玉を倒してきてほしいんです。なるほどね、わかった。それじゃあ地球を救うために宇宙生物を倒してくる。よし、それはね、まずは牛さんを燃やして肉をもらっていこう。あ、いきなりステーキの状態で手に入る、こいつは便利だ。え、待って、豚さん、うわ、豚さんの見た目もかなり変わってるこれ。あ、すまないすまないすまない。よし、オッケー。お、焼き豚ゲッチュ。すまない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 。このドラゴンの力があれば宇宙生物も簡単に倒すそうだ。それじゃあまずは1体目の巨大宇宙生物を倒しに行こう。けどその前にまずは木材を回収していく。これがないと何もできないからね。あ、すまない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 。お肉ちょうだい。それでは作業台を作って、すまない、木の斧を、木の吊足、木の剣を作る。それじゃあ木の斧を使ってありったけ木材を集める。それでは木を分解して食料を調達するために村を探していく。高いところに行けば村がよく見えるからね。さて近くに村は、あ、あれ村じゃないか。あ、村見つけた。それじゃあさっき集めた木材を使って高いジャンプ台を作っていく。さあ準備完了。それじゃね、あっちの村までレッツゴー。あ、いいねー、やっぱ空を飛べるって快適。ん、あ、こいつは1体目の超巨大宇宙生物。こういう奴らが3種類いるみたいだから、まずはこの宇宙人のゾンビを倒していく。さあこのファイヤーボールで倒せるか。あ、すまない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 。あ、効いてる効いてる、めっちゃ燃えてる。燃えすぎてちょっと敵の姿が見えないぞこれ。あ、3分の1削ったってか、今何のダメージ食らったこれ。よし、あともう少しで倒せるってか。こいつマジで当たり判定がでかい。よし、一体目撃破。ん、なんかチェスト落とした。これはなんだこれ。トレジャーチェスト。あ、もしかしてこれお宝なんじゃないの。すまない。さあこれを壊すと、え、待って、鉄ブロック4つ、やばい、神神神。それじゃあ鉄を分解して、鉄のチェスト、鉄のレインス、鉄のブーツ、鉄のヘルメットを作る。よし、これで多少は防御力が上がった。じゃあ残りのやつも倒そう。あ、だいぶ削れてる。こいつはもう少しで倒せる。すまない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 。あ、すまないすまない。よーし、2体目撃破。あ、またチェスト落とした。よし、これで3体目。てかこいつら数多くないか、めちゃくちゃいるじゃん。すまない。よし、これで4体目。さあ5体目、6体目。そういえば盾を作ってなかったから作る。あ、すまないすまないすまない。あ、すごい、これね、ガードすると相手がノックバックする。いいね、打ちながらガードもできる。さあこれで7体目、ラスト。
こいつを倒せば終わり。いいね。8体目撃破。3種類いるうちの1種類目は倒した。残りの巨大生物は2種類だね。それではトレジャーチェストをね、まとめて開けていこう。なあ、すまない。あ、中身はね、全部一緒ってか、さっきと同じ。うわ、マジか。隕石落ちてきた。これどうにか破壊しないと地上部分が大変なことになる。あー、クソ、今の僕じゃこの隕石を止めることはできない。まずい。うわー、すごい衝撃だったけど、村は、あ、村が全部丸焦げになってる。クソ、村を守ることはできなかった。今の僕じゃあの隕石を止めることはできない。もっと強くならないと。あ、そういえばレベル20になるとさらにドラゴン化が進んで強くなれるんだよね。だったらどんどんレベルを上げてあの隕石を壊せるようにならないと。ただその前にダイヤを回収していく。隕石の落下地点になぜかダイヤがある。すべていただいていく。さあ、これでラスト。それではダイヤモンドの手足を作って、ダイヤモンドの剣も作る。なんとダイヤだけじゃなくて古代の残骸もあるから、これを回収していく。さあ、これでラスト。はい、ということで、あの隕石から地球を守るために今からレベルを20にしてより強いドラゴンの力を手に入れる。よし、それはね、レベルを20にするために地下に行ってレベルを上げていく。ん、え、待って、あ、宇宙人がいる。なんだこいつ。ストライク、ストライク。またゾンビのような見た目だけど、こいつは宇宙人じゃないか。ストライク、ファイアボール、ファイアボール、ストライク、ストライク、ストライク。よし、やっぱこのファイアボールね、めちゃくちゃ強い。あ、石炭発見。石炭を壊すとね、経験値がもらえるから石炭を回収しまくってレベルを上げていこう。おっと、あそこにクリーパーがいるのか。あ、しかもちょっと下から雲上がってきてる。でもね、ファイアボール、ファイアボール、素晴らしい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 。オッケー。さあ、遠くにいても燃やして倒していく。オッケー。ラプスラズリを発見。これを回収して経験値いただこう。あとあとネザライトインゴットを作るために金を回収しておく。あー、ちょっとこの下敵が多いな。でもね、こうやってファイアボール、ファイアボールで倒していく。また宇宙人、あ、村人ゾンビ。あ、すまない、すまない、おっとり、すまない、すまない。おっとおっとおっと、あ、スケルトンのスポナー。これはね、近接戦でスケルトンを倒してすぐさま破壊する。すまない。オッケー。チェスト、うん、大したことない。こっちのチェストも大したことない。え、待って、あ、あ、ダイヤ見つけた。よし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 、ついてるね。ここでダイヤ見つけていく。さあ、1、2、3、4、5、6、いいね。よし、もう少しでレベル20だから、そろそろね、進化することができる。よし、それはね、もう少しでドラゴンに進化できるから。あ、こいつが2種類目の超巨大宇宙生物。こいつはまた村を襲ってる。まあでもね、今の僕にはこの火を吹く攻撃があるから、これでね、どんどん倒していく。スライスライスライ、あ、スパイだ。なるほどね。あ、ダメージ取れる取れる取れる。これ接近して、スライスライスライ。さあ、ガードして、しっかりガードして。ん、なんだ、あ、しまった、雲の巣に引っかかって、やばい。これガードして、ガードして、落ち着いて雲の巣から出した。あ、あ、あ、あっぷら。はい、今のは普通に死ぬかと思った。ちょっとこいつらに対して接近するのは危険だから、はい、これファイアボールで遠距離から攻撃していく。すまない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 。ダメージは通ってるね。よし、もう少しで1体目倒せる。すまない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 。よし、1体目撃破。さあ、2体目もこのまま倒しようかな。すまないすまないすまない、いける。2体目もいけるぞ、これ。はいはいはい、これで。よし、2体目撃破。レベル20になったから、さらにドラゴンの姿になった。あ、めちゃくちゃかっこいい。 HP も増えたプラス、新しい攻撃が増えてる。見た感じは爪の引っかき攻撃。あ、すげえ、すごい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 。ブロックがね、簡単に壊せる。いいね、これ。これはね、採掘がはかどる。あ、プラス自由に空が飛べる。すごい。さっきまではね、ここまで飛べてなかった。よし、これで残りの雲を倒していく。
さあゴーレムが戦ってくれてるから今のうちに接近して爪の引っかき攻撃。すまないすまない、アクション。あ、ゴーレムがやられた。マジでこれ、これがね普通にファイアボール。あ、ファイアボールの威力もエフェクトも変わってる。すごい、バック風とね攻撃範囲がね広がってる。あ、よし、3体目撃破。よーし、ちょっとね強化された力でどんどんね雲を倒していく。すまないすまない、よし、これで4体目。あ、すまないすまないすまない、よし、これで5体目。さあ、ひとまず雲に関しては全て倒したっぽいかな、これ。あ、倒した。よし、それはね、残る巨大宇宙生物は1種類だから今からねそいつを倒しに行く。さあ、自由にね空が飛べるようになったから簡単に移動できる。は、いいね、快適快適、自由に空が飛べる。さて、ちょっとね戦いに挑む前にさっきのねトレジャーチェストを開けていこう。さあ、何が、え、待って、ダイヤモンドブロック出た。やばい、ちょっと中身良すぎこれ。ってことは、あ、こっちからもダイヤモンド、よし、ちょっと壊せ。はい、待って、ダイヤモンドブロック出すぎ、プラスなんか謎の杖ゲットした。あ、なるほどね、これ蜘蛛の巣を出せる。やばい、しかもネザライトブロックがある、これやばいね。はい、それはね、ダイヤモンドのレニス、ダイヤモンドのブーツ、ダイヤモンドのヘルメットを作って、木材と鉄を使って火事台を作って、すべてのダイヤモンド装備を、はい、ネザライトにアップグレード。さあ、すべての防具もネザライト化させて、オッケー、まさかのネザライト装備が揃っていく。え、待って、なんか見たことないやついる。あ、もしかしてこいつ、あ、宇宙人がいる。こいつどうしよう、これ、すまない、失格攻撃、すまない、あ、毒になった。こいつウィッチみたいな攻撃してくる。すまない、ファイアボール、ファイアボール、オッケー。え、待って、2体目いるから、ちょ、こいつ連打、すまない、オッケー。さあ、ここにいた宇宙人は全て撃破したから、最後にね巨大宇宙生物倒していく。あ、いいね、やっぱり空が飛べるってのはねめちゃくちゃ快適。あ、ここにいる、絶対ここにいる。あ、いた、あ、超巨大なスケルトン、こいつを倒さないと。あー、すまない、さあ連打、あ、効いてる。なるほどね。さあ、強化されたファイアーボール攻撃でどんどん削っていく。あ、もうね残り5分の1。すまない、いけるぞ、スケルトン倒せ。すまない、よーし、まずは1体目撃破。さあ、2体目に対してもどんどん攻撃をしてくれて、はい、すまない、間もなく倒せる。さあ、2体目もオッケー、倒していく。さあ、ここはあえてね接近攻撃、すまない、爪引っかき、アクション。でもこいつ、そう、遠距離タイプだからね、やっぱり近づかない方がいい、こいつは。すまない、オッケー。さあ、まもなくね3体目も撃破、オッケー、しっかりねトレジャーボックスも回収。さあ、4体目のスケルトンもこれで倒す。はい、ということで地球上にいた超巨大生物はね全て倒した。あと最後はね、宇宙に行って親玉を倒しに行くんだけど、今の僕の力じゃ宇宙に行くことはできないから、今からレベルを30にして最強のドラゴンになって宇宙まで飛んでいきたいと思う。ただね、食料が尽きてきたから豚さんたちを焼いて、はい、焼き豚をゲッチ。あ、すまない、オッケー、いいね、ステーキゲッチ。ということで、さっきの、あ、待って、あ、やばい、さっきのチェスト開けてるんだけど、ネザライトインゴットプラスダイヤモンドブロックが出る。これマジで中身いいものしか出ない、これ。でね、意外とレベルを30にするって大変なんだけど、エンダードラゴンを倒せば一気にレベル60ぐらいまで持っていけるから、今からねエンダードラゴンを倒してレベル30まで持っていく。さあ、爪の引っ掛けでこれねどんどん下まで行こう。エンダードラゴンと戦うためにはまずはねネザーに行ってフレイズロットとエンダーパールを集めないといけないからね。おわっと、いきなり宇宙人が出てきた。すまない、ファイアブレス、ファイアブレス、危ないね、急に出てきた。さあ、地面ね深く進んで溶岩源マグマを探していきたい。さあ、深く掘ったらまさかのダイヤモンド発見。すまない、はい、いいね、簡単に採掘できる。さあ、ブランチマイニング的なことをして、マグマを探していきたい。お、あ、いいね、マグマ見つけた。ってことはここら辺にちょっと黒曜石を作ってね、ネザーゲートを作っていきたい。はい、いつものやり方でネザーゲートを作ろうと思ったんだけど、普通に今回ねこの爪攻撃があるから、はい、爪で黒曜石をね回収していく。さあ、ネザーゲートを作って窮地石着火。すまない、オッケー。それではね、ブレイズロットとエンダーパールを手に入れに行こう。さあ、ってネザーに到着して場所的には悪くない。さあ、しっかりね飛んでネザーをね
駆け回っていきたい。ネザー要塞ないかな、ネザー要塞。いやー、本来はね、ネザーって移動するのね、結構大変なんだけど、自由に空が飛べるから、はい、楽ちん。しかもね、火炎耐性もついてるから、マグマに落ちても大丈夫。さあ、緑森を発見。今夜ね、エンダーマンが出現するから、そいつを倒して、エンダーパールをもらう。さあ、痛い。でも、ストライク、ストライク、あ、消えた、ストライク、あ、もうね、ちょっと体力も多いから、ちょっと物理行為で、普通に倒していく。まあ、ストライク、オッケー。さあ、エンダーマンに対しては、飛び道具が全く効かないんだよね。本当はね、ファイヤー攻撃で倒したいんだけど、効かないから、仕方なくね、ネザライトの剣で、近接戦で、あ、ストライク、オッケー。さあ、必要なね、エンダーパールはすべて集まって、はい、あ、ネザー要塞を見つけていく。さあ、自由にね、空が飛べるから、ネザー要塞もへっちゃら。あーつね、ファイヤーブレスで倒したいんだけど、こいつ、炎属性だからね、ダメージを食らわない。スプライ、あ、つね、ちょ、あ、ウィザースケルトン、意外と威力が強いこいつ。スプライ、あー、スプライ、ちょ、やべ、やっべ、ちょ、やばい、シルちょっと、一旦退散、空飛んで、滑空して逃げる。あっぷねー、今のはね、マジでヒヤッとした。さあ、ブレイズロットちょうだい。あ、すまない、オッケー、あ、今ブレイズロット押した。隠れても無駄。よし、これで、はい、4本目ゲッチ、あと4本欲しい。すまない、よし、オッケー。はい、ということで、ブレイズロットが集まったから、今からね、はい、ブレイズロットをパウダーに分解し、のパウダーとエンダーパールでエンダーアイを作る。さあ、これでね、エンダードラゴンと戦う準備が整ったから、今からね、エンダードラゴンを倒してレベルを30にしていく。さあ、エンダードラゴンはどこにいるかな。あ、なるほどね、そっちね。でもね、今回こうやって普通に空が飛べるから、マジで楽に見つけられると思う。さあ、高く移動して一気にね、滑空していこう。おいおい、気持ちいい。これ気持ちいいね。なんだかんだね、レベルも28になったから、あとね、2レベル上がればドラゴンに進化することができる。さあ、もう一回エンダーアイを投げて、あ、引き返したってことは近くにあるぞ、これ。すまない、あ、今入ってったってことは、この地下にエンド要塞がある。じゃあね、爪を使って、はい、掘りまくる。すまない、はい、この爪めっちゃ便利。さあ、下まで下って、あ、エンド要塞の壁を発見。またなんかシルバーフィッシュ出てきた。オッケー、エンド要塞に侵入。それではね、エンドポータルを探していく。どこにいるかな、これ。うん、あ、本場のエリアじゃないんだよね。さあ、このままね、まっすぐ行って突き切る。あ、エンドポータル発見。それではね、ポータルをしっかり剥がして、あとはね、はい、エンダーアイをはめていく。スプライ、オッケー。それではね、今からエンダードラゴンを倒しに行く。ん、あ、来た、エンドに来たね。それじゃあ、自由に空を飛んで、エンダードラゴンを倒していく。さあ、エンダードラゴンを倒して、経験値をいただく。待て。あ、すごい、そう、さっきまでね、全然ポーションとか使ってなかったけど、HP がめっちゃ増えた。それね、上昇して、これ、エンドクリスタルは、ファイヤーボールで、壊せる。はい、楽勝。よし。これね、弓矢がなくても、簡単にエンドクリスタル破壊できる。空も飛べるからね。はい、つまない。あれ、ゴーサレイ。つまない。よし、三つ目。さあ、どんどんね、強化された火の玉を飛ばして、はい、エンドクリスタルをね、どんどん破壊していく。楽勝。さあ、ケージの中の、はい、エンドクリスタルもね、貫通。あと二つ壊せば、すべて破壊した。つまない。オッケー。ラスト、こいつを破壊せば。オッケー。さあ、すべてのね、エンドクリスタルを破壊したから、あとはね、エンダードラゴンを倒すだけ。つまない。さあ、ファイアーボール飛ばして、あ、めっちゃ食らう。エンダードラゴンとして、ファイアーボールめっちゃ食らう。これ連打すれば勝てるぞ。さあ、エンダードラゴンもね、空を飛べるんだけど、僕も今回は空を飛べる。だからこれ、はい、どんどん追って、スライ。さあ、足を止めた。連撃、スライ。いいね、簡単にダメージが取れる。さあ、まもなくこれ、5分の1は、残り5分の1、いや、10分の1、スライ。これで、とどめだ。すまない、よーし、えらい、エンダードラゴンを見事に撃破。よし。これでね、ようやく僕は30レベルになるから、進化することができる。
姿になった。あー、めっちゃかっこいい。プラス自由に空がね、さらに飛べる。あ、HP がめっちゃ増えてる。空もね、より高く飛べるようになったから、これで宇宙空間まで飛ぶことができる。それはね、今から宇宙にいる親玉を倒しに行く。ははっ、わっ、やばい。これ飛んでる姿がめちゃくちゃかっこいい。あ、この視点からもかっこいいね。ちゃんとね、エリトラみたいに滑空もできる。さあ、これでね、試しに新しく追加された技も使っていきたい。あ、あそこに宇宙人いる。すまない。あ、すげえ、エンダードラゴンが入ってくる紫色のプレスを連打できる。オッケー、これは強いぞ。え、待って、あ、やばい、また隕石が降ってきてる。でもね、今回の僕は今までの僕とはレベルが違うからね。さあ、隕石を探して地球上に落ちる前に破壊する。あった、隕石あった。こいつはね、ファイヤーブレスで倒していきたい。さあ、逃がさない。今度は地球に落下させはしない。すまない、あ、効いてる。すまない。よし、このままね、プレスを続けていればこれを壊せるはず。あー、くそ、でもね、意外と硬い。ダメだ、どうにかね、地球上にだけは絶対に落とさせない。絶対に地球を守る。くそ、絶対に地球には落とさせない。すまない。あー、危なかった。なんとかね、隕石を破壊することができた。それね、今から上昇して宇宙まで飛んでいく。さあ、敵の親玉はどんな姿をしているか、ちょっと楽しみだね。さあ、飛んで。あ、やっぱりめちゃくちゃ空を飛べる。このまま宇宙まで行っていく。さあ、だいぶね、宇宙空間を飛んでるんだけど、一向に何も見えない。ん？待って、あそこに月がある。ってことは、多分あそこに敵の親玉がいる。さあ、いるかな、これ。ちょっとね、滑空して近づいていこう。いるか？敵の親玉いるか？いた。こいつが親玉か。こいつがね、地球に隕石を降らしてたんだ。だからね、今からこいつを倒していく。さあ、ポーションありったけ飲んで、HP めっちゃ増やしていく。さあ、これ、ドラゴンブレス。すまない。これでね、じわじわ HP を削っていく。すまない。さあ、これ、待って。こいつの威力やばい。HP がね、15ぐらい持ってかれた。やばい、これ。ちょ、一旦慣れて、上からファイアブレス。すまない。聞いてる。これね、連打してれば勝てる。さあ、ドラゴンブレス。すまない。ええね、めっちゃダメージ食らってる。さあ、これ、かなりね、じわじわ削れてる。ドラゴンブレスはね、しばらく地面に落ちると、定期的にダメージ当たるからね。あれ？待って。あ！さっきのボスが消えた。あれ、どこ行った、これ。まさか、宇宙空間に落ちた、これ。ちょっとね、敵のボスが消えたから、近くまで潜って探しに行こう。いた。奈落の底に落ちてる。定期にダメージもらってるから、さらにダメ押し。はい、ドラゴンブレス。すまない。こいつ、なんか動きめっちゃ、いた。やばい、これ以上下がると、ダメージ食らう。だからね、適切な高度を保って、上から粘打。すまない。待て、敵の姿、見つけた。上からプレス。すまない。よーし、残り敵の耐久値は3分の1。このままぶち込む。よし、いけるぞ。このままぶち込めば、勝てる。よし、残りはね、もう10分の1。いや、20分の1ぐらい。すまない、ドラゴンブレス。これで、とどめ。よし、見事ね、敵の親玉を倒すことができた。あー、これでね、世界の平和は元に戻るはず。いやー、今回のミッションはね、ドラゴンの力がなければ達成することができなかった。よし、それではね、地球に戻ろう。